東京岸田屋の煮込み東京新宿、飲み屋、丼の塩もつ煮込み。スープが透き通っているもつ煮とは、牛、豚、鶏、馬など、鳥獣の内臓を煮込んだ、料理の総称である。表記や故障はもつ、煮込み、もつ煮込みなどがあり、もつをカタカナ表記する場合もある。単に、煮込みと呼び、増物を表す、もつという語句を省くことがある。また、 ホルモン煮と呼ばれることもある。この項では主にその歴史的な成り立ちと日本の関東地方で食されるもつ煮を中心に記述する。群馬県、長井食堂の煮込みした茹でした豚、または牛の少々と生姜を臭みが取れるまでさらに茹で、具材に大根、人参、ごぼうなどの根菜類とこんにゃくや豆腐などを加え、醤油および味噌で味付けし、 盛り付けの際に長ネギを粗みじん切りにしたものを乗せたものとなっている。材料も味付けも時期や地域によって多様である。大まかな日本各地のもつに及びそれに類する料理を挙げていくと、北海道中部の赤平炭鉱では、甲府の間で馬の南高鍋と呼ばれる料理が食べられていた。この南高鍋は基本的には馬肉を煮込んだ料理であるが、その羊からもともとは、 内臓肉を含むとされている。何個鍋とも呼ばれ、秋田県の鉱山甲府の間で始まったものが、北海道に渡り、歌しない市など、北海道各地の郷土料理として残っているとされる。また、上記文献の著者自身の実体験談として、実家が秋田県で暴露であったことから、母親が豚の内臓を煮込んで食べた経験があるとしている。中部地方の 土手に中部地方のモツ煮は、豚の内臓をこんにゃくと共に八丁味噌で煮込んだ土手ニが主流であり、関東のモツ煮込みと比較するとより味が濃く甘辛いものが多い。具材には、ゆで卵が加わることもある。長野県の郷土料理には、馬の蝶を使ったおたぐりがある。また、山梨県には、鶏モツ煮があり、 甲府取り持つにとの名称で B-1 グランプリに出展している。京都府、串勝大大々大々の持つ煮込み関西地方には、北ホルモンという極を1937年に、出賀西1940年に、商標登録した北極性という洋食店があり、特に小腸と大腸については小鉄ちゃん、鉄ちゃんと称され、焼いて食べる調理方法が、より馴染み深い。 ホルモン料理の語源として、ホルモンから転じたとする説があるが、佐々木道夫は、著書の中でこれを再検証し否定している。九州地方にはもつによりも、博多を中心としたもつ、鍋の文化の方が定着しており、ニンニクをスライスした醤油ベースのスープに、キャベツ、ニラなどを具材とした鍋として食する。沖縄の中身汁沖縄には、 琉球王朝時代から豚を余すことなく工夫して食べる食文化があり、伝統料理として中身汁が主として正月や刑事の代表料理として親しまれてきた。豚の小腸、大腸、胃を丁寧に洗浄し、長時間煮込むなど手間と時間をかけて下ごしらえした中身と、こんにゃくや椎茸を具にして煮込んだ一種の吸い物。具沢山の煮物として供される場合もある。 鰹節、昆布、鶏肉で出汁を取る場合もあり、また沖縄そばに具として入れた中味そばや炒め物など、他の料理にも応用されている。また、豚肉のみならずヤギの肉や内臓、血などをごった煮に,にしたヤギ汁や、牛の臓物を煮込んだ牛汁なども伝統食として知られる。1874年6月の繁盛市に、辻売りの煮肉は、一口わずか。 文久三考を、連下こののごとくなれば、人力 A は、よさむをしのぐに頼るうちをえあんまばりに霜を踏むに、杖の力うんぬんとあり、1944年の、造法改定、明治時物期限はそれを紹介して、辻寄りの煮込みの様子は今日と変わらないと解説している。1882年頃の東京の低所得者の、生活を記録した文学である、松原岩五郎の、 西安国の東京には、煮込みの記述が記されており、これは労働者の自要食にして、種は、途流状の臓布、肝、膀胱、あるいは絶菌等を買い出して、これを細かに霧と書き出され、田楽のように串に刺して、醤油に味噌が混ざった汁で煮込んだものと記されている。価格は一口あたり二輪で二十串くらいを平らげる、ものもいると続き、 生草州がひどく一般人には向いていないとされている。もともとこの文学の成り立ちが、いわゆる貧民屈と言われていた場所への潜入ルポの体裁であり、煮込みを食べる人々の職業として、肉体労働である人力車の車夫が挙げられている。また同書には、野行車夫相手に、屋台のメニューにも煮込みがあると記されているほか、 鳥の臓物を蒲焼きにしたものとして、焼き鳥に関する記述もあり、これは三輪から五輪の価格となっていることから、牛の臓物よりも高級品であったことが見て取れる。また長い花粉は1942年の団長帝日常第27巻に、深川門前中町あたりの屋台店にて、煮込みというものの材料は、牛うどん等の臓物を味噌で煮たるもの。 焼き鳥の材料も同様なり。と書き、松原岩五郎が記したものと一致することから、明治中期から戦前に至るまでも次煮の歴史はあまり変化がなく続いており、偶然にも同様に焼き鳥の記述が続いている。焼き鳥と称するとき、材料が、鶏肉以外のものが含まれるのは、鶏肉の価格が他に比較して高かったことが影響している。 30年ほどの開きがあるが、1911年の時点から1950年頃までは、鶏肉、豚肉、牛肉の順で高価であり、内臓肉の流通と価格については、はっきりした資料がないものの、1940年頃までは、内臓も同様の価格順であったことが推察され、第二次世界大戦後にブロイラーをアメリカから導入するまでは、 価格差はそれほどなかった。そのために、西安国の東京では串に刺さったもつ煮の価格よりも、焼き鳥の方が高く、長いカフュの記述における、焼き鳥という名前でありながら、牛や豚の増物が材料であるという理由が、高級食材である鶏肉に見立てていたことが伺える。大正から昭和にかけての文献では、近藤港や古川六波の記述として牛丼について、 触れられており、材料には牛肉だけでなく牛のもつが使用されていたとある。学食や定食や居酒屋に至るまで、もつ煮あるいは、もつ煮込みは安価で栄養価が高いメニューとして認知され、前述の通りもつ以外の材料や味付けも多岐にわたっている。日本国外においても、もつ煮に類した料理は、大衆料理や郷土料理として、伝統的に世界中で食されている。 肉食文化において内臓は、おおむね安価であるが、独特の匂いがあり、それを抑えるため、ワインやトマト、ニンニク等で煮込まれることが多い。イタリアには、トリッパというトマトをベースにした味付けで、牛の内臓を煮込む料理がある。フランスでは、内臓全般をトリップと呼び、一般的な食材とする。アンドゥイエットのように豚の腸に詰めて、ソーセージのようにするほか、 トリプルやカンフートリップのように煮込み料理にもされる。スペインにはカジオスもしくはカリオスと呼ばれる牛の胃を赤ワインで煮込んだ料理がある。ポルトガルのポルトには小牛の内臓や豚の耳と白いんげんを煮込んだトリパスと呼ばれる郷土料理がある。エンリケ公開王子がセウタ攻略に際して市民から食料の教室を求め市民は内臓のみでしのいだという孤児にちなみ ポルト市民には、モツクイという愛称があり、FC ポルトの愛称にも採用されている。また、トルコやギリシャ、ブルガリアなどのバルカン半島周辺の地域では、牛の遺跡を煮込んだ料理がある。それぞれの言語によって、呼び名は異なり、トルコ語では、イシュケンベと呼ばれる。アメリカ合衆国においては、アフリカ系アメリカ人の伝統文化として、 豚や牛の内臓を煮込んだ料理がソウルフードとして食べられている。チタリングスとは豚の腸のことであるが煮込み料理そのもののことを指すこともある。また南米のペルーにはカウカウという牛の蜂の巣を使った料理があり主に朝食で食される。中国においては牛の内臓を煮込んだ牛雑があり香港などの屋台ではジャンクフードとして販売されている。 臭み消しとして味の濃い塩が使われる。内モンゴルにおいては羊の内臓を煮込んだ羊雑菜という料理がある。ありがとうございます。